どうもショロです。モンスト実況前回の続きからやっていきたいと思います。今回なんですが、ジライア降臨じゃなくて、オロチマル降臨ですね。伝説の3人のオロチマル。イベントクエストに、オロチマルが降臨。ライトンのホワイトスネーク。光タイプですね。光属性。これ、ちょっと今からいきたいと思います。マルチ。これはでも、どうしようパーティー。闇ばっかで行ったら、ダメージ食らうやん。ボコボコにされそうやな。とりあえず、濃厚んでいきたいから。闇二人ぐらいにしとこう。うん。闇二人の効果力。パーレックスは欲しいよな。パーレックス行ってきましょう。パーレックスとサタン。タカじゃリーダーする？じゃあリーダー、行きます。俺じゃあオーディンで行くわ。ビゼラーとこるけど、これ闇やから。いや、まあオーディンでええんちゃう。危ないやろ。オーディン強いしな。まあオーディンでやろ、なんとなくでも。よし。オロチマルって言ったらなんかナルトのオロチマルのイメージが強いよな。うん。草薙の剣やろ、タカ。うん。オロチマルかっこいいな。オロチマルは、このオロチマル女やもんな。うん。いきます。オロチマルはそんなに、あれかな。何？そんなに好きじゃないかもしれない。誰が好きなの？ナルトやったら。ナルトやったら？誰？カブト？ジライアかな。ジライア？ジライア。ミドリアかな。タカエビスじゃない。あとはシカマル。エビス先生じゃない。シカマル。しかまるっぽいあれやもんな、感じが。若干ね。あんま似てへんのじゃん。ゼウス。全然似てへん。シャシャシャ。あ、これもオロチマルやん。お前。うん。めっちゃ美形やな。少女漫画出てくるレベルの美形やで、これ。少女漫画でヒロインカルレベルやん。シャシャシャ。ダッシュ。まあ最初は、あ、でも攻撃強いな。強いな、攻撃やっぱ。究極だけあって。はい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 、よっしゃー。でも HP 高いな。高い。35万であれだけじゃ減らないんで、結構な HP しとるで。弱点痛い。もう一発。オッケー。じゃ。サガロボ。ふぅあ、毒ガスや。忍者やから。忍者やから毒ガスない。なるほどな。オッケー。まあ、いけるやろ、これは。うん。本場はボス戦からやから。とりあえず、濃厚狙いやろ。やはり。濃厚やな。ああ、ミイラおる。ミイラがおる。ミイラ倒そう。うん。まあ、でも、ホーミングあるから、多分。倒せるんじゃん。この角度。オッケー。私の番ですか？お？オッケーオッケー。で、ミイラ復活させる。あ、どう、いただくか。まあ、大したことないな、これやったら。どこ行こう。まあ、どこでもいいんちゃう。上、上じゃん。ミスター。ミスター。ミイラ倒せんかった、しかも。あ、次、ゼウスでいけるやん。オッケー。爆発系か。あー、あいつ楽やな。近づかんかったら、大したことない。よっしゃー。オッケー。ドライクショット貯めたいな。貯めたい。確かに。この次ぐらい下手したらボス来るかもしれんからな。来るかも。じゃあ、貯めとこうか。ダメと。ホーミング2人おるからそことぶつからないのかな。ホーミング系。よーし、カカカカーン。まあ、とりあえずハートは残しておきたいから、ゼウスぶつかったら OK なんちゃう。サタンぶつかったら死んでまうけどな。死ぬな。うん。まだタカが。取りに行った方がいいかもな、ハート。終わった。取りといてよかったな、やっぱ。まあそんな気がしとったんやけどな。俺もそんな気がしとったわ。でも止めらへんかったな。うん。タカの、あれ意志の強さにも。セーフセーフセーフ。タカを信じとったんやな。まだ、雑魚的やった。ボスじゃなかった。よーし。ここでとりあえず AC マックスぐらいもやっときたいけどな。確かに。ここで多分全部ボスやからな。威力強かったやろ。ハート出てきてほしい。ボスに備えてストライクショットをまた貯めたい。シューン。よし。タカほんま攻撃かな。強いな、これ攻撃。なんぼ3万ぐらい ?3 万もなかったはず。絶対ない、3万。2万5千ぐらいちゃうかな。大人公3万5千あるけど、こんな高いの見えへんの。闇やから余計強いな。ほい、ドーン。どうしとこうか。もう倒した方がいいんちゃう？倒した方がいい。爆発クラウン痛いよな。うん、痛い。回復出そうにないしな。絶対ボスやわ。こっからほんまや。こっからが、17ターン。やばい。まぁ、ゼウスラスト溜まるで、一応。ゼウスが溜まるからまだいいんちゃう？ノーコンやろ、キャンディングやろ。ドーン。進化系で打った。おー、これはまあ、オーディンに当ててんの？でも、下から打った方が、バリア、あ、クランクテマンことで下で。ないか、ほんとに。ただ行こうか。
微妙やったな。重力バリアきついな。うん、うっとうしいな。もうダメージオール出てこんないな。出てこんかったな、ダメージオール。どうしよう、使う。いや、使わん。いやまだいけるんちゃう。まだいける思い。シュ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 。オッケー、ラッシュ。あー強っ。攻撃からやっぱサタンにめっちゃ食らったな。弱点やからか、やっぱ鳥が強い。よーし、カカカカカン。ザコはまずできなくてもらうか。ザコ撃やが大事やな。あ、強いよ。あー強いわこれ。回復やばい。ちっちゃ。とりあえずあの OD のサタン、ボス倒す。ボス無理やろまだ。まあ、とりあえずあの上を当てよう。上当てよで、上の鳥倒そう。よしよしよし、これで OK。 これで十分やね、とりあえずは多分。あーやばいやばい、これ取らな無理やろ。取らん、取らな死ぬで。これ17000食らうかな、やっぱり。いや取らな無理やろ。あーやばい、これでも死ぬかもしれん、下手したら。あれあれ、マジでもなかった。あーでもでかいやつ来た。あー取っても、取ってやん、もう取ろう。ゼウスじゃ左か、左ってゼウスや。全員ゼウスラインや、このゼウスライン。よっしゃ来た、ゼウスライン。よし来た、これザコ倒そう。あー死んでない。まあでもええわ、フォーミングで死ぬしかった。やばい、あれが強いんやな、あれが強い。オッケー、ラッキー。ゴジラもあんなんやったやろ。これもさっきな、ボス倒してな。ボス倒してからのあれやろ。人手の、あー微妙なとこやな、これ。どっちも倒してますような気するんやけど。いやー行こうか、これ。あっきゅー、もう結構耐えれてよ。じゃもう一回行こう、違うメンバーで。せやな、うん、違うメンバーでか。うん、とりあえず諦めます。これでもあれやったな、ダメージオーラいらんこと分かったな。次誰やろうな。重力バリアがいるからな。俺の方や持っとくけどな。俺でもダメージオーラしかおらへんっていう。俺重力バリア持っと、ラーとオーディン両方持っとう。俺ゼウス持っていこう、やっぱり。それしかないやろ。俺もどっちも重力バリア。タカもでも体力ないから、うん、俺で行くわ。じゃあパーティーに参加する。ミゼラはいらんから。どっち行こう、サタンか。ラーとオーディン。ラーで敵のダメージを軽減できるから、光やから。まあこれでいいんちゃう。サタンか、ハーレックス。いや、ハーレーじゃろ。ハーレーやろ、やっぱ。なんやかんやでハーレーか。なんやかんやでハーレーじゃん、やっぱ。サタンにそれほど脅威的な強さは感じひんかんな。あと、キラー持っとうとかってええやろうけどな、あいつの。魔王か神か。得意なとこやろ。うん、得意なとこやったらええやろうけどな。人間あれやもんな。敵は神ならやろ。ダークデースかも貫通持っとうもんな。うん、貫通はそんないらんよな、あんまり。反射でダダダダダーンってきたよな、とこやな。あとやっぱハーレックスのストライクショットの魅力が強いよな。確かに強すぎる、うん、あれは強い。オーディンとこの2枚がおるだけでだいぶ当たれるもんな。動くな。ザコ倒すに2枚や、うん、ザコ倒すにええよな、ラーは。うわー、なんて重力バリア全然動いてない。さらに貫通やが余計やらないな、これ多分、うん、貫通動かれへんもんな、あんまり。重力バリアにこんな欲しいわ。よし、でも結構順調やな。回復も出てほしい。順調やな。うん。お、いい感じ。回復もあるしな。回復も取らずに来た。余裕やろ。お、落としてくれやったから。こいつの落とさへんやろ、ちっちゃいから。落とす可能性あるんちゃう。落とすよ。あ、毒った。まあもう倒し、いやまだ倒れへんや。ほっとくか。どっちでもいいけどな。わからんわ、正直ちょっと。スピードアップ。からの？これ強いな。あ、でもダメージが減っとるわ、でも絶対的に。やっぱ闇が一人減ったからかな。だな。ててててて。おお、かっこいいな。もう回復両方取りながらいってんじゃん。おお。うまい。うまいな。うまい。うまいな。ファインプレイ。ファインプレイ。おー、ラッキー。ラッキー、ここは熱いけど。ストライクショットも溜めれると。いやだ、これ熱いな。てか、お前ら結構痛いダメージ食らうときあるからな。こいつら結構攻撃強いからな。おー、ラッキー。おー、金玉。ドゼニーやったっけ、高かったっけ。ドゼニーかな、何だっけ、あいつ名前。コゼニー、コゼニーはちっちゃいやつだろ。マンゼニーか、マンゼニーや。ちゃうかったっけ、奥ゼニー。おお、これも弱そうな感じで。ピンチじゃないな。
これはもう楽勝で倒せるやろ、もう。さささささなんじゃない。おぉ、めっちゃ減るな、一気に。ふぅー、いいね。気持ちいい感じ。動くっていいね。スピードが速いから動けないのいっぱい。うん。16までだと相性割っとるよな。能力。よっしゃ、倒した。オッケー、17段。前よりだいぶ速いもんな、だって。だいぶそうやな。レベス前14ターンやったのに。オッケー。ほう。さっきとりあえずザコ倒していくか。そうやな。ザコは重い。よっしゃ、結構。ザコの時誰倒そう。グリフォンが邪魔やけど、まあ、オーディンとこ行ってゼウスのとこ行けるんやったら熱いよな。確かに。全然ちゃうもん、全然やな。まあまあ。まだ大丈夫や。これはちょっと暴れまった方がいいな。この暴れ具合が半端ないよな。お、いけそうやな。ダメージが減ってない?だいぶ。減った気がする。うん。やっぱ一人光入れて闇減らしたから与えるダメージ減っても受けるダメージ減ったんでかいな。何度か倒したい。あのブーツ取ろう。ブーツ、え、なんか今さっきマッチョットになったな、ザコに対して。オッケー、しかも一個でかいやつが出てたぞ。左に侵入してな、あれ、うん、でかいやつ出てた。ちゃうわ、あ、ちっちゃいやつやわ。ちっちゃかったわ。おい、行こう。おい、いいね。結構きついな。きつい、だいぶきつい。これでも倒してまいそうやな、普通にやったら。取るか。回収回収。よし、これで OK。 よし、OK。 まあ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 悪くない。まあ仕方ない。もう大体溜まっとうからな。この次が問題。溜まって当てれる時やったけど全部当てよう。次は逆転やったら、うん、なんかボーンアンデッドおるぞ。ボーンアンデッドが。オッケー、いいね。もう死んでくれ、ほんまに。邪魔やな、あのアンデッド。もうやばい。あ、弱いわ、これ。やばい。でも、ちょくちょく食らわしてくれな。一旦攻撃やしな。くそ。まずい。まずいぞ、これは。非常にまずい。うわぁ、じわじわ来るな。ボーン倒してみた。あの、ラーの間抜けれるんだか。いけるやろ。見せてくれ。見せてくれだか。見とってくれ。おぉ、いった。おっしゃ、回復回復は取ってない。回復欲しかったな。山でいける。でかなり回復。もう一旦耐えよう。耐えれるな。耐えれる。耐えれるわ。もう一旦耐えれるやろ。絶対耐えれるわ。どっちに狙おう。左か。もしなら一個取ってまうわ。仕方ない。オッケー、これでとりあえず耐えれるやろ。よし、でかなった。完璧や。オッケー。こう取ろう。うん。身がなるのを待っとったんや。よっしゃー。うわ、あ、余裕やわ。戻そうぜ。ゆっくり倒せそうやな。何邪魔されたしよ。お、シールド消えた。シールド邪魔やな。あ、これはでもいけそうやな。いけるやな。いけるな、ゆっくり行こう。ストライクショット使わずに行くか。うん、もう今は無理や。スピコン、スピコンちゃうわ。スピコン、スピコンちゃうわ。ちょっと動画や。お、あれすごい、すげえ攻撃やな。スピードコンティニュー。スピードコンティニュー。凄まじい意味のわからなさやったけど、一番やったらあかんない。速攻でコンテニューすること。スピードコンテニューって呼ぶからな。とりあえず取らずに行こう、あのハートは。置いとこう、置いとこう。どうするんだ、来たか。うん、ラーの方行っとこう。めっちゃ食らうな。グレイ、何やねん、あれ。さっきびっくりした。取るしかない、もう取るしかない。取るし、あ、オッケー。びっくりした。焦った。うわ、びっくりした。めっちゃ強いやん。ごっつい一撃やった。うん、やばすぎやろ。あの、8ターンのやつが、あの。焦った。びっくりした。サンダ。あ、やばいな。ゼウスみたいなやつ。めっちゃ強いやん、あのサンダ。よし、ナイス。やば。やばかった。ノーコンの、前のゴジラパターンやったな。ゴジラもやばかった。やばかったな。やばかった、さっきのは。それはちょっといっぱいある。めっちゃ強いボスやな。うん。もう、ラストやから全員使って。と、遠いか無理やけど。とりあえずミイラ撃っとる。そうやな。ミイラの50年であいつかも。あ、これラストかも。お、たまったやん。ゼウス、これでかいな。ゼウスめっちゃ強いもんな、一撃。当たれ、おっしゃ、来た、よっしゃー。
お、HP やっぱ高いな。あ、復活や。あ、鬱陶しいこいつ。鬱陶しい。HP やばい。やばいやばい。結構やばい場所におるぞ。まずいまずい。これちょっとこっちや。そいつ倒しといてか。ほんま、ハーレックスは道を作らなかった。上に来い、弱点上に来い。やばい、死ぬな。くー、あ、いける、いけるわ、いけるわ、これ、タカやばい。ほんま、いける、タカ、いける。で、しかもハートも取れる、どっちもこの角でやろう。頼むぞ。いや、そう、見えへん、こっちでは。俺は見えへんわ。見えへん、見えへん。効果見てくれー。おー、106、107、倒せ、倒せ。あー、やばい、やばい、やばい、いける、いける、いける、勝った、いける、いける、勝った、勝った、勝った。180万ぐらい食らった。勝ったー、さー、ローコンクリア。よっしゃー、許せやん、初の濃厚。初か、初ではない、初ではないけど、でも一発で久しぶりやったな。二発目やから、二発目やから。まあこのパーティーで一回目やな。まあいけると思う。あの雷が強かったな、あれ。あれを、雷がびっくりしたな。あれをされる前に行くべきやなと思った。ほい、来たー。あー、行くか。綺麗だね。いやー、濃厚は気持ちいいな。いい、絶対出てきるもんな。よっしゃー。おぉ、ビケ。オロチマル。ビケオロチマル。もらいました。ひざめんとたまります。オロチマル強そうやな、でも。そうやな。うん。まあ、あんなにボスは強かったわけやから。まあ、光やからでもそんないらんちいらんねんけどな。アンチ16バリアだよ。モンスター。モンスター。神かかった、見よう。オロチマル。どんな属性を持っとうか。稲妻手裏剣の術やって。あの雷なんや。雷神将、天将の術。バーティカル、バーティカルレーザー。はい、ワープや、こいつも。へぇ。神化。あー、使いづらそうなやつやな、でもまた。神化あれ、そうやな。パラメーター強い。パラメーターは速さやな。めっちゃ速い。忍者やからやな、多分これみんなやっぱ。しかもでも貫通。貫通なんや。でもワープっていうのはちょっと微妙やな。はい、ワープ。確かに。はい、ワープ。ワープあんまないやろ。ちょっと使いづらいかな。あ、でもこっちゲージあるで。多分なんか。見えへんけど。雷神。雷神。もうどっちもスピード型やな。やっぱ。まあ、でも、神官の方は強いだろうな。強そうやな。これ全部ジライアいるやん。ジライア。2キルとジライア。ジライア確か HP 高かったもんな。強かったな、ジライアは。うん、まあ、飲むみたいな。まあ、でもあれうまく使いこなしたらこうするやろ。そうやな。あ、それはいけるやろな。はい、というわけでとりあえず今回は、オロチマル、なんとかノーコンでゲットしました。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。バイバイ。